安岡翔太郎は、日本の小説家、高知市生まれ、北満に王将されるも結核により除隊。第二次世界大戦後、描画の中で小説を書き、芥川賞候補となった、ガラスの靴で登場。劣等生をもって自認し、個人や市民の内面を掘り下げた、詩小説的作品で、第三の新人の一人と目された。米国留学後はエッセイでも活躍。 日本芸術院会員、文化功労者、高知県高知市帯屋町に、父、安岡明、母、久しの子として生まれる。父方は、安岡正宮や安岡聖帝などの土佐勤労党員を多く輩出した土佐藩士の安岡家であり、幕末は、板垣大輔率いる土佐藩春正体に加わり母親、戦争を戦った勤労家である。 母方の入間り尻家も江戸時代は豪士だったという。高知県江南市三北には、父方の安岡家住宅が現存しており、翔太郎の101回目の記念日にあたる2021年4月18日、三北文化の会の呼びかけで文学費が混流された。翔太郎の父は陸軍獣医官であったため、生後2ヶ月で千葉県市川市に転居。その後、 香川県善通寺市、東京小岩、市川市で過ごした後、5歳の時、一家で、京城に移った。小学校3年の時、青森県弘前市に転居。小学校5年から東京青山、目黒などで育った。各地を転々とする都市、安岡家は郷里に立ち寄り、お国に帰ると呼んでいた。西南小学校から第一東京市立中学校に入学するが、 そこを不良のため、教師の実家であった禅寺に寄宿生活を強いられる。この生活は3年に、六幕園をわずらうまで続いた。聖南小学校以来、軍隊除隊までの劣等生への風当たりは、小説やエッセイで、再三文章にしており、病気、落第とともに、彼の重要な文学的動機になっている。1939年、高知高等学校を受験するが失敗。 浪人生活を城北高等補修学校で送り、古山小間ら浪人仲間と日々遊び歩いた。1940年、旧西松山高等学校や山形高等学校の受験に失敗し、1941年、当時定員割を起こしていた、慶応義塾大学文学部予科に入学するも、1944年に陸軍に、 学徒動員で招集され東部第六部隊へ入営し、満州、孫悟にあった、不評第一連隊に配属された。部隊では射撃の最優秀兵であったが、銃の手入れが悪いと叱責される模範的でない、兵隊であった。しかし、安岡は、部隊が南方へ出発する前々日に発熱し、翌1945年に、肺結核により状態処分となり内気送還された。なお、 部隊は1944年8月にフィリピンへ動員され、同年10月から始まった、レーテ島の戦いに投入されて全滅したために数、少ない生き残りの一人となる。戦後、復学するも、陸軍少将の父は敗戦により失職し、復員後も公職には就けなかった。そのため、家族は収入のほとんどを失った。結核菌による脊椎カリエスを患い、 大きな肉体的、精神的苦痛の中で1948年に英文学科を卒業する。その当時コルセットをつけながら、吉行淳之介や阿川博之と盛り場などを遊び歩いたという。1951年、ガラスの靴が芥川賞の候補作に選ばれ、分断に注目される。1953年、選考委員の評価がまぶたつに割れながらも、 悪い仲間、陰気な楽しみにより、芥川賞を受賞し、1954年には、脊椎カリエスが回遊、創作活動に意欲的に取り組む。流離団では、土佐藩での祖先の実席を調査、果てもない道中期では、中里海山、大菩薩峠を論じた。1960年代初頭に、約半年間、ロックフェラー財団の基金で、米国に留学。 公民権運動竹縄のテネシー州ナッシュビルに滞在し、その経験をアメリカ感情旅行としてまとめる。その後も米国に対する関心を深く持ち、アフリカ系アメリカ人の先祖を探った作品、ルーツの翻訳もしている。批評家としても、分断の評価が高かった安岡は、芥川賞をはじめおさらぎ次郎賞や伊藤政文学、小選考委員も務めた。また、 学校国語教科書に1955年初のサーカスの馬が採用されている。2013年1月26日、老衰により死去。92歳没。ありがとうございます。